はい、どうもこんにちは、ひでたびチャンネルです。はい、じゃあ今回はですね、旧石器時代と新石器時代の違いについてお話ししたいと思います。人類の歴史の始まりは石器時代というふうに言われていますが、まだね、こう鉄を使っていない時代のことです。鉄ってね、今ではありとあらゆるものに使われていますが、もともとね、鉄を使わずに石を使って人類というのは生活をしていました。その石を使っていた時代のことを石器時代っていうふうに言うんですけれども、石器時代っていうのは旧石器時代と新石器時代の2つに分けられるんですね。じゃあ一体違いは何かって言いますと、使っていたものの作り方によります。旧石器時代に使っていた石器のことを打製石器と言います。まあ打製石器なんですけど、石をですね、こうガン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 打ち付けて、ただ単にこう打ち付けて作ったような石器のことですね。画像出てると思うんで確認してもらいたいんですけど、このようなものを打製石器というふうに言います。まあだから割とこう作り方も単純ですよね。それに対して新石器時代に使われていたものを磨製石器と言います。打製石器をさらに表面をこう磨いてね、鋭くしていったもの、今ね画像を出していますけど、鋭くしていってこう研磨されたものを、磨製石器というふうに言います。さらにですね、新石器時代になってくると土器を使用してきますので、まあ、縄文土器とか弥生土器とかね、縄文時代弥生時代なんかはこう新石器時代に属しています。このような磨製石器を使った時代を新石器時代というふうに言います。この2つの違いをね、覚えておいてください。で、日本っていうのはね、かつて旧石器時代、こっちの側の文化っていうのは存在していないというふうに思われていたんですよ。この時代の人たちは日本にはいないっていうふうに思われていたんですけど、1946年ですね、相沢忠宏、この人すげえめちゃくちゃ有名です、すごすぎるよってぐらいね、すごい人なので覚えてください。相沢忠宏っていうね人が群馬県の岩宿っていうところで、一人で単独でね、こう調査していたんですよ。この人ね、考古学者でも何でもなくて、本当に素人で、自分が考古学が好きでずっと調査していた人です。当時23歳で、もう資金がない中ね、一人で調査していた人ですが、群馬県の岩宿というところですね、関東ローム層っていう地層をね、こう調査しているところ、黒曜石を発見したんですね。黒曜石っていうのはもう旧石器時代の打製石器のね、もう元になったっていうかね、原料ですね、打製石器の。で、これを発見したことで、明治大学の調査団、明治大学の考古学専攻っていうのは超有名なんですけど、明治大学の調査団によって、もう一度ね、こう調査されました。で、すると、更新世、つまり、こう、更新世、こっちね、更新世末期の関東ローム層の中から、打製石器が出土することが確認されたんですよ。このことによって、旧石器の文化が日本にも存在したんだってことが証明されたんですよ。これもすごいでしょ？本当に考古学が好きな素人が一人でこう発掘をして、最終的には一人じゃないんですけど、この人の功績によって日本にも旧石器時代の文化が存在したんだってことが証明されたんですよ。なんという序列。すごすぎるよ。相沢忠宏。っていうことなんですけど、はい。このね、旧石器の文化が存在したこの遺跡のことを岩宿遺跡というふうに、呼んでいます。すごく重要な遺跡なので、皆さんこれはもうチェックですよ、ね、関東に住んでる人はね、行ってみてください。ぜひね、行ってみてください。で、この調査の後、各地で更新世の地層から打製石器の発見が相次ぎました。まあ、このことからもやっぱりね、旧石器時代の文化っていうのは日本にあったんだなということが分かりました。ただね、石器はいろいろ発見されるんですけど、土器はね、発見されなかったんですよ。つまり旧石器時代っていうのは石器はあったんだけど、土器っていうのを使用していなかった、使用する前の段階なんだなっていうことが分かったんです。ということで、この旧石器時代のことを先土器文化って言ったりもします。僕のね、歴史総合も先土器から始まりますよね。先土器、縄文、弥生、縄文弥生は新石器時代なんですけど、旧石器時代っていうのは土器を使用していないので先土器文化っていうふうに呼ばれます。はい、今日は簡単にですけど、旧石器時代と新石器時代の違いについてまとめてみました。ポイントは打製石器か磨製石器かっていうところです。すごすぎる相沢忠宏ということで終わりにしたいと思います。さよなら。